お、再びぶつかり合うぞ。行け。あ、逃げた。左側が逃げてしまった。右側が押す。あ、どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、集まれ動物の森サブジマ実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、またまた雪玉ネタをやっていきたいなと思います。まあ、あとね、1ヶ月ちょっとね、雪が溶けてしまうから、まあ、それまでにね、なるべく雪玉に関するネタっていうのを多めにやっていこうかなと思ってるところなんですけれども、今回やりたい企画っていうのがこちらになります。まあ、たまにね、ふんころがしが雪玉を転がして、この雪玉を大きくしてる光景っていうのがあると思うんですよね。まあ、ということは、ふんころがしにこの雪玉を押させたら雪だるまが完成するんじゃないか説やっていきたいなと思います。ちなみにですね、一応ステージも用意しました。もう少しここら辺を強化さえしてしまえば、あとはふんころがしが来るのを待って雪玉を向こうからこっち側に持ってきて、でここ2つ挟んでしまえば、それでコースは完成するでしょう。まあ、まずですね、土台となる雪玉の部分を自分で作っていきます。小さい方っていうのをなるべく大きくせずに、こんなもんでいいな。よし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 、コースは整った。あ、押してる。お前そっち押すなよな。止まってない。めちゃくちゃ頑張って押してるな。俺が作ったステージ完全に意味をなしてないんだが、しょうがねえ。でかいやつを2つ作って、合わせてくんね、ふんころがし。いけ。よし、これでどう、ふんころがし。やったって。いけ、ふんころがし。じゃあ雪玉にぶつけてやれ。じゃあお前の勢い見せてみろ。風船がじゃあとんでもねえから、あー全然ダメだ。じゃあお前の握力じゃ無理か。じゃあ風船、じゃあなんつうタイミングで風船、う、無理か、お前の力じゃさすがにダメか。じゃあふんころがし、この雪玉も一緒に押していこうぜ。興味なし。逆向いた？え、こいつの生態知りたくない？え、なんで今逆向いたの？俺がこっち行ったら、ふんころがし逆向くんかな？俺のいない方に向かっていく？もしかしてこれ。じゃあ、こうして、こっち側を向いたらいいんじゃない？そしたらまっすぐ行くよね。お、頑張れ、ふんころがし。お、行け！ダメか、こっち側に。あ、逃げた。一通にしてみたらどう？これ出てくるかな、ふんころがし。怪しいラインだな。じゃあこれで少しふんころがしが現れるまで放置したいなと思います。あ、ちなみにですね、白いバラ、まあ、赤いバラ、黄色いバラ、めちゃくちゃ分かりやすいと思うんですけど、ここに青バラを今作成中でございます。まあ、まだね、第一段階なんですが、白バラ2つで紫のバラ作って、で白バラと黄色バラで白作って、赤と黄色でオレンジ作って、で紫とオレンジでオレンジ2つ作って、オレンジ2つで赤2つ作って、赤2つで青バラを作るっていう計画を今、まあ、立ててるところでございます。俺でも多分ね、座るがないんだよな。アップデートしてないっていうのもありまして、これが一番好き。あ、かわいい。座りながらウキウキしてくれるんだ。君らいいね。どう？出てくる？さすがに一通は無理。いる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 。見て、ふんころがし。めっちゃ押してるけど。そうそっちそっちそっち。頑張って、ふんころがし。押せない？押せないか。やっぱ自由の身じゃないとダメなんだな、こやつも。ここは俺には狭すぎると。これだったらどう？なんかふんころがし観察日記みたいになってんな、今日の。だが、あ、出た。よし、じゃあもう一マス開けました。これだったら
ふんころがしも押せるんじゃない？もうしばらく住民たちとお話ししてお待ちしましょう。こんなところで寝たら風邪ひくぞ。チエリオ、むにゃ、あー、ここどこだっけ。やばい、あたい寝ぼけてる。外の空気が超気持ちよくってついね、ブルル。確かになんか寒い日ってめちゃくちゃ眠たくなりますよね。あ、ちなみにね、ここにも黒バラがもう一個咲いたんですよ。まあ、正直ね、金のじょうろがないから作りようがないんですけど、なんか金のじょうろをもしもね、あの入手できたらこやつらもなんとか仕上げたいなと思ったりもしています。そろそろ現れたか。あ、ふんころがしが動かしてる、見て。え、しかも2匹いるくない、ふんころがし。うわ、押し合ってる。ちょ、ふんころがしが押し合ってる。ちょ、頑張れお前ら。これどっちが勝つ。やっぱダメか、ふんころがし同士でも雪だるまは作れんか。ちょ、応援しとこ、応援しとこ。ちょ、左のふんころがしもうちょっと頑張ってくんねえかな。あ、逆向いた。ちょ、ダメだ。ちょ、完全に突っかえてる。多分こいつらもなんでこんな押せねえんだろうって思ってるわ。いや、できれば右頑張ってほしいけどな。お、再びぶつかり合いそう。この動き何なの、ふんころがしの。少しリターンしようかなみたいな。これね、いや俺最初この島民がいる逆側に移動するのかなって思ってたんですけど、そうではなさそう。なんか定期的に移動するっぽいね、見た感じ。あ、違うな、こいつらぶつかって方向転換してるんじゃない。ほら、雪玉が割れないようにしてるんだ。優しくない、そう考えたら。ほら、だからさっきタヌキ商店。あ、ぶつかるぞ、ぶつかった。雪玉は関係ないんだ。もう雪玉の場合はぶつかっても、もうただひたすら前に勇往邁進かわしてる。ふんころが仕事をしてるわ。お、再びぶつかり合うぞ。いけ。あ、逃げた。左側が逃げてしまった。右側が押す。あ、あ、でも左のふんころがしの方が強くない？完全に押し切ってる。もう右側もうなすすべないもんね、ここまで来たら。まあ、というわけでですね、あのふんころがしで雪だるまを作ろうという企画だったんですけれども、なぜかいつの間にかふんころがし同士の、まあ、勝負となってしまいましたが、まあ、左のふんころがしの方が強いということでした。まあ、最後は仲良く押しといてくれ。え、確かね、冬の期間っていうのが2月の24日までだったと思いますので、それまではね、なるべく冬に関連したあの動画を進めていきたいなと思います。よし、ではですね、最後にあれしよっか。あれ、ふんころがしいなくなった？あ、ふんころがしいなくなった。画面からずらしたからいなくなったのか。まあ勝者は左となってましたので、最後にですね、化石チャレンジをして終わりにしたいなと思います。ここら辺とかどう？今日の化石チャレンジでなるべく、あった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 。さあ2つ目。なんか4つ見つけるのが大変だよな。オーケー、3つ目あった。これで3つ目、4つ目が見つかってくれたら、まあ致し方あるまい、3つで我慢しましょう。というわけで早速フータのところに持っていきますか。てか釣り竿を作ったのに俺どこやったんだろう。多分家の中に置いてきたんだろうな。いや、青バラをね、作るために一旦道具を全部しまったから、多分中にあるんだな。なるべく外に出しておかないと。だからこういうのでかくない？これ多分ブラックバスだけど、なんかこういうところで出てくる魚もったいないもんね。しゃあ、フータ、今日の化石チャレンジ、ちなみにアップデートしていないのでまだメーカーは出てきてません。化石の鑑定、これとこれとこれだ。行ってこい。わわ、一つじゃないんですね。どれどれ。いやー、どれ、素晴らしい。あ、2回連続かぶったかー。あ、しばしこちらは我慢しましょう。ふんころがし捕まえとけばよかったな。忘れないうちに釣り竿買っとこっか。
あわよくばもう一回ふんころがしに出会えないかなって思ってるんですけど、さすがにそううまくはいかんか。ずっと温まってるねこの二人。仲いいのかな、バニラとケン。まあリメイクキットも余ってるから、これで買うのもったいないよな。2500ベル、じゃあ絶対買わない方がいい。まあいいか、買っときましょう、忘れないうちにな。手元に置いておきましょう。まあ、というわけでですね、今回はふんころがし同士で雪だるまを作れるのかなと思っていたんですが、まさかのふんころがし同士の対決になったということでした。今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな、勝利したのは左側だったぜ、敵地。ここに来るとついつい買わないつもりだったものまで買っちゃうんだ。おかげで僕のお財布はいつも腹ペコだよ。てござる。バイバイ。